皆さんこんにちは。セブは今日も雨です。地球温暖化の天候異変により12月でもセブに台風が来るようになりました。ここマクタンでは雨が降ると道路面の低い場所に水が溜まります。幹線道路の特攻などの公共事業は少しずつ始まりましたが、ここのティアングロードはいつになるのかまだ先のようです。雨が降るといつも同じ低い場所に雨水がたまりこうなります。道路面の低い場所で多く雨水が敷地内に流れ込みます。天気になっても水たまりはしばらく乾かず泥だまりが続きます。電車屋は商売になりませんね。アレンテリアはいつも通りお客さんがいますね。ここは幅を頑張る。私もここに帰ってきます。蓋を開けて何のスープか確認です。魚のスープ、豚肉のスープ、牛すじのスープ、どれもうまくて1人前40ペソです。50ペソあれば温かくてうまい飯が食えます。アレンテリアは幅を並べるのが看板になり、いつも温かい料理が持ち帰りできます。料理自慢のおばちゃんが作る客が多い店がうまい店だから、庶民の皆さんが利用します。雨の中でお疲れだね。私の住むアパートの通りも水たまりになり、ここを通る住民は皆さんもう慣れています。近所の子供たちも
水たまりが遊び場になっています。皆さん、ご視聴ありがとうございます。セブ島のローカルな日々の生活を動画にしています。このローカルな暮らしの続きを見たい方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。このブログの参照も貼り付け